皆さん、こんにちは。プロレスラーのですね、戸井一成と、皆さん、こんにちは。こ一んにち歩は。遅かったです。プロレスラー戸井一成です。よろしくお願いいたします。今日ですね、このスタジオでですね、限られた時間でね、僕のお話しするんですけれども、ちゃんとコロナ禍の中でですね、ちゃんと隣の方とはね、敷居があります。それと、このスタジオの中ですね、低温度オゾン発生器、トレールフレッシュ、安全快適に仕事ができる、クリーンな空間づくり、そしてオフィス空間のウイルス対策、これ完璧になっております。ですから安心してお話いたします。それとですね、ここのスタジオ、トリガーアズーリ FM、 この部分ですね、ウェブで検索していただいて、番組応援スポンサー、自社の広告番組を持ちたい方、冠番組持ちたい、こういう方、ぜひですね、こちらの方にお問い合わせの方よろしくお願いします。はい、でもう一つ、この番組へのね、ご質問はこちらまで、この部分ですね。鳥越アズーリ FM です。よろしくお願いします。はい、そしてですね、僕の横にいる方ですね、もう付き合いはもうかなり古いんですけども、30年ぐらい。会場にいればね、必ず5回のうち3回は多分ね、会場カメラマンとしてね、いますから、フリーカメラマンの伊藤さんです。伊藤です。よろしくよろおしくお願いし願ます。今日は無理やり仕事と仕事の間にですね、来てもらっちゃって、僕ね、なかなか口下手なんで、助けてください。まあ、すみません、今日は何をね、あれするかっていうんですけども、もうメジャーな選手ではなくて、メジャーな試合もね、そんな経験ないんですけども、いろんなインディーをね、渡り歩いて、30年、業界におります。この30年のね、お話と、それと、まあ、今年58歳、同級生ですよ同級ね、生ね。還暦まであと数年なんですけども、まあ、このライフワークって言いますかね、毎日毎日本当、まあいろいろ、一日すごい早いんですよ、一日が。緊張してますね。緊張してます？ してますそうね。ですかね。アルコール入った方がいいのかな。アルそコんールな入っこてとまないすか。そんなお話をね、少しできればいいかなと思います。僕の方はね、まあプロレスもそうなんですけども、月曜から金曜まで仕事して、週末プロレスラー、そして、まあトレーニングもね、朝、早朝やったりして、そしてボランティア活動、なんかもね、お話もその後ね、したいと思います。プロレスなんですけどね、どうですか？どうですかとは。一番伊藤さん、い僕や、の見てくれおてる客でさしょ。んを沸かすのはやっぱり土井さんは素晴らしいですよありね。がとうございます。でもあれでしょう、え？結構何？さ、伊藤さんさ、金土日とさ、前出てるじゃない。そうするとさ、試合、会場来るじゃない。月何回？15回ぐらい。で、年間に換算すると、金土日以外も平日もプロレスあるでしょ。そっか。あ、計算、俺がってこそう。と？俺がってこと？きっと土日がきついよね、やっぱり。計算するとすごいんだよね。年間多分200試合ぐらい見てるんだよね。200俺試合？が？200試合見てるでしょ。俺のことはいいんじゃない？え？ 俺のことはいいんじやっゃぱ俺来てもらった以上、ほら、ない？ いおや、いいんじ話しゃなきゃないけか。ないから。もう見てるは見てるけど、最近は多くなっちゃったからね。ねえ。ほとんどあれだよね。今日もだって。うどんちほとんど空いてないから、そうでしょ？そうそう。
家族が冷たいんじゃないかなと思って心配になるよね。いるじゃない。ね、心配になるよね。そのうち今度出かけてばっかりじゃね。本当そうだよね。うん、まあ、18日でしょ、うん、来週ね。18日はあれだもんね、試合でしょ。そうそう、うちのこの昇級試験なんだけど。あ、柔道、うん、あ、本当頑張ってるよね、柔道ね。頑張ってる、頑張ってる、本当に頑張ってる、ね、うん、背中ってよく見てますけどね。でもすごい頑張ってるんだけど、昇級試験の申し込みを出し忘れてて、うん、何、俺がちょっと行ったら、うん、ふっと思い出して、うん、あ、もう期限が過ぎちゃったっつって落ち込んでて、でも落ちて過ぎてなかったね、実際は、うんうん、で、まあ、出して大丈夫、多分大丈夫だと思うんだけど。あ、そう、うん、だから18日はでも職業試験行けない、行けないなと思って試合があるから。そう、18日後でね、また宣伝しますけど、うん、シークレットベースっていう団体でね、あの調布で、うん、13時から13時からかやるんですけども、はい、まあ、そういうことでですね、せっかく来たんで、はい、来てくれたんでですね、伊藤さんが作った映像をですね、僕の試合も入ってて、うん、それをちょっと今流したいと思うんですけど、いいでしょ、うん、急いでるでしょ。もう新木場に行かないと。あ、そっか。仕事途中だもんね。先にちょっとじゃあ映像を見てもらって、その後ちょっとお話ししましょう、はい、そしたら、はい、去年のね、7月新宿フェイスでやったシークレットベースの試合です。コロナ禍の明けた後ですからね。お待たせいたしました。本日のセミファイナル、タクマチ30分1本勝負を行います。ということで、下田大作組に入場。これは結構去年のコロナのあれだもんね。山下希望、年齢無限大組に入場。この試合はバー・ハナスポンサードマッチとなっており、勝利者チームにはバー・ハナスのより勝利者賞が贈られます。またスペシャルリングアナウンサーとして芸能界の土の子こと頭皮以外異常なし埼玉万蔵様に選手賞を贈っていただきます。それではバー・ハナスのお客様、埼玉万蔵様の選手の皆さん、させようです。皆様こんにちは、はじめまして、はじめまして、二度と会わないと思います。
私が芸能界の父のことに書いております。頭髪以外異常なし最多満足でございます。ありがとうございます。今日は僕なぜか埼玉という一曲があるんでございますが、今日お金もやってませんので多分一切歌わないことになるんですが、リングアナをちょっとやれということでございますので、これからちょっと頑張ってみようかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それではただいまより額縁30分一本勝負を行います。それでは選手を紹介いたします。まずは青コーナー島田大阪。同じく青コーナー鳥勝成。でも、ね、いや、スイカットベースは昔から出てた。あ、もうレギュラーさんです。レギュラーずっと出てた。そう、レギュラーさんです。やめしたー、調布の前って言った。で、これは、うん、小学生でしょ。もう、次の、次っていうか、うん、似てるよね。下田大作と、話した君だと。うん、東進ではタッグを。あ、そうだろ。うん、タッグ組んでたりとか。まあ、2人とも東進でよく出てたよね。いや、キンゴがシークレットベースに来た時に、うん、なんで大作がいいのかなって、うん、俺なんか来た時にってことは、もうまだ5、6年だっけ。そうなんだ。もともと何やってたの？キンゴは彼、うん、彼はあれよ、やっぱシークレットベースでデビューして。でしょ。そう、うん、最初に来たから、ね、最初に来てシークレットベースでデビューして、うん、それまではずっとプロを目指してて、そう頑張ってねやってて、やっと本当なんかいい巡り合いをしてくれるんですよ。人柄がいいですよね。人柄はもうね、みんないいんですよ、うん、本当に練習熱心ですね、うん、はい、でもこの試合ってさ、去年の2月でほらコロナ、うん、大体みんな半年ぶりなんだよ、うん、そうだったら、もう、もう久々の試合だから、うん、結構みんななかなか、今の公共の施設が借りられないから、そうなんですよ。ハートフルホールがなかなか、ね、そう取れないよね。そう、長文ハートフルホールってね、うん、毎月やってるんだけど、そうそう、今年だって一回もないもんね、うんうん、またコロナが流行ってきちゃったから、ね、そうだね、うん、まあ、来週は本当できればやってほしい、うん、このねね無限大ってね、奇抜な格好してるんだけど、彼は身体能力高いし、すごい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 ね、プロセンスあるよね。実はね、この時にね、最初の多分タックルかなんかでね、肩の靭帯を切っちゃったのかな。そうなんだ。そう。でも痛めちゃって試合判断になっちゃって、うん、この後。やっぱ半年ぶりだとやっぱこういうアクシデントっていうのがやっぱね、うん、あるんですよね、本当に。鳥さんの新しい白と黄色のタイツは、あれこの時は初め、使ってたんですよ、去年初めて、うん、あれどうしてたの？え、白と青？白と黄色の、はいはいはい、うん、Facebook で不合法のイメージが天竜さんかって書いてましたけど白と青？白と黄色 の、 その天竜さんみたいな竜の模様じゃないですか。あ、そうなの？だから似てるから突っ込んでました、ね、あ、そうなの？でそれに対して鳥さん返事書かねえなと思っていたんだけど、あ、俺だってツイートやってないんだ。あ、そツイートじゃないよ、Facebook。 え？誰？本当？本当に。あ、かなっていうか、たぶん知らなかった、うん、
そこの時ね、本当ね、アクシデントで彼肩動かなくて、ねね無限で。ちょっとあれだったのよ。うん、俺も違和感を感じてたの。ねね無限大はね、最初のタックルで肩いっちゃったの。途中で動かなくなっちゃったの、この試合。今も復活したよね。1年ぶりにこの前試合やって、うん、そう。そう、これがだから半年ぶりの試合だとやっぱりみんなね、もう地に足ね、うん、バタバタしちゃって、やっぱどうしてもアクシデントっていうのはあるんですよね。僕も何回も本当もう怪我だらけですからね。もうひどい時、本当30代の時に1年に1回もう全身麻痺の手術してるんでね、もうよく本当、テーピングはね、テーピングも外せないもんね。外せないってよくもう騙してたし。いい整体屋さんがレフリーやっててよかったけどね、この間は。あ、そうね。そうね。亀岡さんね。ね、福島なのでいいテーピングしてくれたね。あ、そう、がっちりね。うん、そう。でまた試合にね、して。でも、あれでしょ、肩の準備切ってるやるのは、ねね無限大。最後までやっぱすごいよね。最後までやってて。すごいね。分からないように、そう、舞台満足のように試合をやるよね。そう。僕ね、新宿フェイスって好きなんですよ、結構。新宿は好きですよ。うん、だってね、地元、生まれたところ新宿だしね、活動してるのも新宿だしね。新宿フェイスってね、結構人によってあれなんだよね。大田さんなんかダメらしいよね、新宿フェイス。わかんない、なんかね、リングの高さとかね。低いよね。そう。低い。でも、最初の頃はなんか、って感じ、拒否反応してた。あと、カメラマンからすると、照明が、逆光みたいに強くて、そうだよね、すごい撮り、一番撮りにくいところだよね。そうだよね、うん、やっぱ撮りにくい、フェイス、うん、撮りにくいよね。あ、そう。他の会場は、他の会場は、まあ、いろいろだよね。大丈夫、工夫して、うん、しにくいとも、俺はそうでもないんだけど、中にはもう一方の照明消してくれっていうプロモーターをやってるカメラマンの人が いたね。あ、そうなの。プロモーターだから無理が効いていいなと思って見てたけど自分であれできるんだ、うん、そう、自分でできるね。そういう無茶な人もいるね。結構カメラマン大変だよ ね。ずっと動きっぱなしでしょ。動きっぱなしだし、中には悪い選手がいて、うん、ちょっかい出してくる人がいるんですよ。人のこと言えない。もうね、伊藤さんの顔見るとね、ちょっかい出したくなっちゃうっていうのはね、もうね、すいませんけど、本当。遊んでると思われるからやめてください。あ、すいません。あ、また試合も映像戻りました。外人です。パクリです。もう一丁までかぶった。かぶりだめ。
もう一丁は黒田さんでしょ。パクってます。パクるのが得意なんで。このね、本当今今もそうなんだけど、客席一席ずつ明かしてるんだよな。あ、そうですね。そう。でもで、シークレットベースはね、ツイキャスっていうのがあって、画像の向こうでもね、チケットお金払ってると、見れるようなシステムになってる。今そういうのが流行ってる。そう。なんでそんな。今行くぞ、ライセー。ダー。よし、行くぞ、エピッツォ、エピッツォ、エピッツォ、ね、本当だけどね、本当に元気ですね。元気ですね。もうね、本当あれなんですよ。朝を制するものは一日を制すっていうね、ライフスタイルがありましてですね。というのは、もうね、10年ぐらい前から早朝トレーニングしてるの。ああ、はいはい。お前と年取ってきたから朝、あ、そうそうそう、目が覚めちゃう。じじになっちゃうとね、もう本当ね、目覚めが早くてね。やることがないからね。そうそうそう、やることはあるんですよ。5時台にはね、絶対起きちゃうね。うん、俺もそうだね。あ、そうでしょ、うん、で結構 Facebook とかあれだもんね、うん、4時半とか出してる。でも結構ずっと夜起きてる時もある。あ、ほんと、うん、寝ないよね。え、寝ないよね。いや、やることが最近多くて。でね、俺はね、24時間のジム通ってるんですよ、うん、24時間のジム通ってると朝ほら、うん、何時行ってもできるでしょ、うんうん、それがね、お客さんいなくてね、だから仕事前に行って一汗かいて。東京だよね。素晴らしいですよ。そうするとね、あの一日がね、うん、快適なんですよ、うん、昼になるとね、すげえ眠くなるんだよね。眠くてしょうがなくなるんだけどね、うん、そんなライフスタイルを送ってるんです、うん、だ夜はもうね、ぐっすりだから寝ちゃう。プロスがでも土日入ると体がきついでしょ。あのね、もうね、本当ね、回復しないよね。回復しないね。で、興奮、例えば夜試合とかすると、うん、興奮するじゃない、アドレナが出ちゃうんで、うん、寝れないの、うん、もうね、クマ作ってね、うん、夜試合、僕だから昼の試合の方がね、うんうん、すごく好きなんです、うん、夜はね、もうそう、だからもうそんな感じで、後からまたお話するけど、トレーニングと一緒に断食もやってん、はいはい、ファスティング、うん、もうね、で食事もすごくね、ダメ、ラーメンばっかり食べてし、ね、最近ね、結構食事もね、気使ったりしてね、うん、できるところはね、あれしようかなと思って、そう、試合戻りました。この時いたよね。いた、いたよね、うん、まあ、元気だね。元気、元気、飛んでたけど、飛んでたよね。飛んでたよね。飛んでたね。この、ま、この後、うん、ま、回るんだよ。え、くるっと回るんだよ。回らないか。いや、俺、この時ね、うん、あれなんですよ、ケツの筋肉痛めして、うん、あれでしょ、あれ、あれね、ジャンプできない、うん、できないです、うん、ジャンプできない。衣装は
やばいよ。人気あるよね。あるよね。うん、別に来るもんね。本当だよね。うん、もうね、15分も結構スタミナがそうでもない。的な技を出してしまったと思います。あの辺がやっぱあれですか、あれは私の手、私の手ですね。そう、脇腹にも精度が来ましてね、脇腹がちょっとまだ右から行ったような記憶があるんですね。でもその後はい、どうぞ。そろそろ行かないと。本当ですか、うん、寂しく僕を一人置いて、あれですか、一人全然大丈夫だから、ね、分かりました。喋りはもう全然バッチリだからね。分かりました。ありがとうございます。また会場に行ってよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。どうもすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません。はい、じゃあここからですね、僕一人になります。次にですね、今あれしてるのがね、ちょっと力入れてるのがボランティア活動、別にボランティア活動をね、恩着せがましく言ってるわけじゃないんですけれども、今新宿の歌舞伎町でですね、パトロール、まあこれ、あ、そっか、映像あるんだよね。一枚一枚出してちょっと説明した方がいいかもしれないですね。ボランティア活動の前に、プロレスですか、ごめんなさい、ちょっと前後しちゃって、これは平成3年の8月にね、コラケンホールで、ウィングという団体で、僕デビュー戦の時ですね、平成3年8月7日ですか。みんな若いよね、今現役。みんなね、本当いい選手ばっかりで、ちょっと体調崩してしたりする人もいるのか、辞めちゃったり、今引退した方も、でもみんなね、名を残してすごい名選手ばっかりだったですね。はい、あ、これがですね、デビューの3シリーズぐらい後ですか、コラーゲンホールで、まあ、ガムも新調して、の時です。はい、ダニー・デビスさん、USWA のね、ジュニアヘビー級のタイトルマッチを、やりました。これ三重県の四日市かなんかかな、デビューしてまだ3シリーズ目か、もう外人選手のうまさにね、もう本当試合やってんだけど、もう8割9割はもうなんていうのかな、もう後手後手に回って、もう最後の一瞬で1、2、3でね取った
記憶があるんですよ。でデビューしてすぐね、この試合勝てたもので、チャンピオンになって、そこからちょっとみんなのね、そういう見る目がね、変わったような記憶があります。それこそ本当トースポとかね、シュープロゴングにもね、毎週出させてもらうようになって、なんか街で声かけられたり、えってなんかね、嬉しい楽しい思い出です。はい、あこれね、僕の師匠のミスターポーゴさん、3年前か亡くなっちゃいまして、ミスターポーゴさんのね、助言でプロにならせてもらってるもんですからね、それが最後の試合、ミスターポーゴさんの最後の試合、シングルの試合が、僕とこのなんだろう、これなんだっけ、チェーンデスマッチ、チェーンデスマッチを新宿フェイスでねやったのが、これがミスターポーゴさんの最後の試合だったのかな。10年ぐらい前か、思い出ありますね。僕もちろん負けたのかな、やっぱりまだまだポーゴさんに勝てなかったかな最後。はい、思い出ありますね。はい、もうね、ポーゴさんの釜攻撃、もう散々疲れて、もうポーゴさんのドームの時は何回もね火を浴びたりね、もう公主刑って言って、首にロープ、革ベルトですか、公主刑されたりね、もう散々な目に遭いましたけど、プロの厳しさ、あ腕も折られたのか、腕も折られて、それこそ本当にプロの厳しさをね、もう教えてもらった、方です。もう亡くなって3年ですけど、今年の6月にはね、ポーゴさんをしのぶ会、ちょっとやりたいななんて思ってるんですよ。あこれもそうですね、さっきの試合の、流れです。チェンデスマッチで、チェンデスマッチやったんだな、手首にねお互い手錠をして、そうですね、試合の映像がね、これさっきのあれか、伊藤さん、カメラマンの伊藤さんと一緒によく動いてるねって時、僕のバックキックはもう昔からやってたんですけど、得意技の一つです。はい、プロレスのね普通の試合だけではなくて、子供たちが集まる、昆虫プロレスってのがあるんですよ。で昆虫プロレスっていうのがあって、今はねコロナ禍で、開催できなかったんですけども、去年とかは、一昨年はね、これクワレス、クワガタ、まあ、レスラーが、昆虫のね役、まあ役っていうか、見ての見ての通り、ゴキブリ仮面、僕はゴキブリ仮面をやらせてもらって、子供たちにね、殺虫剤かけたり、まあ、殺虫剤って言ってもあれですよ、何コールドスプレーテープ巻いたものですけどね、僕が行くとね結構喜んで笑いながら逃げ回った、これ夏やらせてもらいました。またやりたいですね。はい、はい、そしてさっきボランティアの話で出たんですけど、忘れもしない 3.11 の大震災の時ですか、5日目ですね、5日目に福島県の相馬市っていうところでに、当時ね織田さんと一緒に格闘技仲間と、もう何もまずは行かなきゃいけないっていう、使命感で、食材持ってですね、行きました。でこれなかなか車で取れなかったんですよ、緊急物資。これたまたまね僕が知ってる会社の方に相談したら借りしてくれまして、ワゴン車に食材を詰め込んで、5日目に
福島県の相馬市にね行った写真です。これあの豚汁を作ってね結構喜んでいただいたんですけども、もうもう現地はねもうなんだろう、もう言葉に言い表せられないようなことでしたね。はい、覚えてます。はいはい。でこれは体育館に避難している人にですねお菓子を配って、まだ3月の終わりですから、あ違う20日ぐらいか、もう寒くてねやっぱり東北ですから結構本当まだ寒いんですけど、皆さんね僕らが行くと本当喜んでくれてましたよね。もうできることをねできることをやらなきゃいけないっていうなんかそんな使命感があった10年前でした。はい、はい、今やってるのがですね大久保にあります、紀王神社、この紀王神社で年末年始の警備、やっぱ歌舞伎町でありますから結構人参拝客が来るんですね。毎年大晦日大晦日試合があるんですけど、試合終わった後、こういうこの警備服に着替えてですね必ず年越しはこの大久保の、紀王神社で、パトロール、警備をしております。今年も去年から今年にかけてねやりまして、もしよかったら見てる方いたらまた今年の大晦日もいますんで、参拝にね来てください。歌舞伎町紀王神社です。はい、はい、これね毎年12月にやっております歌舞伎町のパトロール、後ろにゴジラが見えるんですけれど、まあ去年はこれ去年の12月の映像なんですけど、やっぱり人ねもう普通の年だったらもうねもう歩くのも本当雑踏で、にぎわってる12月師走の年のその歌舞伎町なんですけど、ご覧の通りもうガラガラ、だったですね。ただ年越してね少しは改善になるのかなと思ったらもう今第3波第4波の勢いですか、そろそろ本当に普通のね平和な時をねまた取り戻してもらいたいですね本当に。はいはい、と同時にですねパトロールと同時に今やってるのがですね救急救命、これ心肺蘇生とそれから AED の説明を、これ定期的にやってます。中学校1年生2年生、対象にしたり、この写真は、新入社員ですか、3日前にね、やりました。これ新入社員で15、6人のかな、AED の使い方とそれから、人形を使って心肺蘇生、心臓を押して倒れた方にね救急救命の、指導をしています。やっぱり AED なんか今巷にいっぱいいろいろありますけども、僕も深くまあねちゃんとやるまではもう使い方なんか分かんなかったですからね。教習所行くとやっぱりそれ教えてもらえるのか、車の自動車のだけど、それだけだったらねやっぱり分かんないから、こう使う機会がないとやっぱり分かんないですからね。身近にねあることをねやっぱり想定して今、指導って言いますかね月に何回かやってます。はいはい、それでさっきねトレーニング方法、僕の一日のライフスタイルなんですけれど、今縄跳びですね、これ24時間のジムじゃないのか、ああ違う、これは体育館か、
縄跳び、今僕のトレーニング、ちょっとトレーニング方法なんですけど、やっぱり58歳になっちゃうとなかなかもう昔みたいにやっぱりバーベル、なんだろう、トレーニングを昔だったらね、もう重たいバーベルガンガン上げたり毎日ね何時間もやって、今はねトレーニング方法も変わりましたね、まず体幹部を鍛える、腹筋と背筋と、あと跳ぶか縄跳び、これをね中心にしてやってますね。あと首の運動ですか、ブリッジとかね、なかなか本当にちょっとごめんなさい、麦茶をいっぱい飲んで、なかなか本当昔みたいにねトレーニングガンガンはできないんですけど、できるところを、継続してやってます、体幹部を鍛えて、あとは腕立て伏せですか、スクワット、まあ自重トレーニングっていうのかな、自分の体重、体を使ってね、をウエイト代わりにして、トレーニング、をやってます。大体まあ1日、毎日1時間、それとね、ウォーキング。これね、ウォーキング僕好きなんですよ。走ることはね、ちょっともう今膝が悪くてできないんですけど、ウォーキングはね、もう30分ぐらいやってますね、毎日。歩くとね、で僕の場合歩きだからいろんなことを考えながらやってるんで、すごくなんか一石二鳥なんですよ。でジム行って30分のなんて言いますか、ロードランナーっていうんですか、ロードランナーで、ウォーキングしてます。これはねもう僕はずっとこれ継続したいですね、いくつになっても、もう走ることはできないんで、30分のウォーキングだけはもう欠かさずっていう感じですか。はい、はい、これがちょっとね、せっかくジムに来てるんだってことで、自撮りして、なんかね Facebook とかたまに上げるんですけれども、なかなか顔作ってますね。はい、はい、そしたらね、さっきちょっとあれしたね、断食のことをちょっとお話しします。ファスティングって言いまして、年に 2,3 回やってます、断食は。もう10年ぐらい前ですかね。でまあ、いろんな説があって、空腹が健康法っていうなんかそういう本も最近出まして、それも読んだんですけど、やっぱり毎日16時間は食べない、内臓を休ませる、前夜、夜8時にね食べたら次の日の、昼の12時までは体の内臓を休ませる、こういう習慣をつけたり、この断食ですとね、まあ、3日間、この3日間しかちょっと僕はできないです。5日とかなのか、本来やっぱりちゃんと断食っていうのはそれぐらいやらなきゃいけないんですけども、まあ、いろんな仕事の絡みとか、やっぱり日常生活のやっぱりいろんなものが入っちゃうと3日間しかやっぱりできないですね。で3日間ね、水だけ、水分はね取ります。水分は取って、まあ本当はいけないんですけども、コーヒー、僕カフェイン中毒、コーヒー中毒なんで、コーヒーはもう飲んじゃってるんですよ。で断食の効果、もう体の内側からね内臓を休ませるっていうことで、若返り、病気やね、老化を防ぐということ、これはね、効果あります。僕絶対これおすすめです。目的はねダイエットではなくて、体のね、
機能の回復、これデトックスっていうんですけども、そんな感じで毎年、2、3回3日間やってます、ちょっともうちょっとあの食事法の方法なんですけども、昔はもうね体作る時はもう1日3食必ずもう変な話、もう親の敵みたいに食べてました。もう1食3合1食3合っつったらもう1日ね一生で、間食も立ち食いそばより2回行ってましたからね、むちゃくちゃですよねこの 食生活っていうの。それをね一気にやめまして、今は1日 1.5 食 1.3 から 1.5 食に、もう半分以下にしました。でさっき伝えた通り16時間の空腹期間と、まあ、夜1日だから16時間の空腹と夜、昔の、まだ半分ぐらいなのかな、あのご飯茶碗一杯と、っていう感じでね、そのぐらいを抑えて、そうすると間食果物食べますよ。バナナとリンゴ、これはね間食に必ず食べます。そうするとやっぱり、ね、胃腸がすごく調子いいんですよね僕の場合は。だからね結構この映像見てる方同じぐらいの方がいたらね、これ胃腸を休ませるってことは本当にこれ大事ですから、ちょっとこうトライしてみてください。最初結構辛いかもしれませんけど、慣れるとね本当楽ですからね。でお酒の量もねかなり減らしました。もう昔はまた同じように若い頃も親の敵みたいにですね、もう何でもござれでね、アホみたいにもう一気だとかなんだとか本当にもうあれしてまして、これも今はハイウイスキーハイボールですかね、を中心です。ビール日本酒ワイン等をね、ちょっとこう減らしたような感じです。はい、僕これ食はい、それでね、最後これがですね、今準レギュラー参戦をさせていただいてます、シークレットベース調布ハートフルホール、今度4月18日、昼、目が見えません12時からかな、スタートということで、ごめんなさい13時スタート、調布で活動してる本当ねこの団体って飛び抜けたスター選手とかなんだろうエースっていないんですよ。だけど12年やってるんですよ。12年もう清水元嗣、先月かなんかねゲストで多分ここ来たと思うんですけども、彼がねエースでやってるんですけど、12年 やってる団体って本当少ないですよね。で本当雰囲気もねすごくいいんですよ。いろんなやっぱり選手が出てね、必ず満足面白いね興行になってます。毎回もし時間がありましたらね、調布ハートフルホールに、今月の来週の日曜日4月の18日に、やります。ぜひぜひお待ちしております。今日はですねこういう感じで、最後までお付き合いしていただきまして本当ありがとうございます。もうちょっとねいろいろお話ねしたかったんですけど、もう50僕今年8になりますが、同じぐらいの年代の方がね聞いていただいて、なんかのね本当こんな拙いねプロレスラーの端くれですけど、まだちょっと現役やってるってことで、なんかのね、得るものがあったらね、聞いてる人にもすごくなんか楽しいですね。嬉しいですね。で僕の夢はね、もうここまで来たらもう、日々鍛錬、肉体鍛錬はもう継続しながらできる限りね試合はやっていきたい、ボランティア活動も力を入れたい、毎日ねやっぱり一生懸命、二度とないねこの日をね大切にしていきたいという生き方です。今日ね
本当50分間ですが、どうも本当ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。